ロウエル・トマス・ジョージはアメリカのミュージシャン。ロックバンド、リトル・フィートの元ボーカル、ギタリスト兼リーダー。カリフォルニア州ハリウッド生まれ。幼い頃より音楽に親しみ、初めて覚えた楽器はハーモニカであった。高校時代にはマーチングバンドでフルートを担当するなどした。ギターは11歳頃に覚え、さらにサクソフォンやシュタール。 尺八なども演奏していた。学生時代には後にリトルフィートのメンバーとなるポール、バレアと共にギターを演奏していた。ジョージは1965年にザ・ファクトリーというバンドを結成するが、シングル1枚を発表しただけで解散している。次にザ・スタンデルズに2ヶ月ほど加入した後、1968年から1969年にかけて、 フランク・ザッパー率いるマザーズ・オブ・インベンションにギタリストとして加入し、アルバム、イタチ・アローなどの演奏で参加した。その後彼はバンドを脱退しているが、これについてジョージは、ドラッグについて歌った曲を書いたため、それを嫌がったザッパーにより解雇されたと1975年に行われた、リトル・フィートのライブで語っている。マザーズ・オブ・インベンション脱退後ジョージはバンドから、 メンバーを引き抜いて、リトルフィートを結成する。バンドでは、ボーカル、リードギターの他スライドギターも演奏している。バンド外では、バンダイク・パークス、ジョン・ケール、ハリー・ニールソン、ミーターズ、ハッピー・エンド、矢野ア子などのセッションに参加している。また、音楽プロデューサーとしても活動し、グレートフル・デッドの1978年のアルバム、シェイクダウン・ストリートや、 バレリー・カーターなどをプロデュースしている。ジョージは1970年代後半頃から薬物中毒などの影響で体調が悪化し、バンド内の主導権をめぐる相違もあって活動も滞りがちになる。1978年に集大成的なライブ版、Waiting for Columbus を発表した後リトルフィートを解散してソロ活動に入る。 1979年には生涯唯一となったソロアルバム特別料理を発表するが6月15日から始まった同アルバムツアー中6月29日にバージニア州アーリントンのホテル滞在中に倒れドラッグのオーバードーズによる心不全で死去した34歳没遺界はサンフランシスコにて彼の使用していた釣り船から 太平洋に巻かれた。日本のミュージシャンでは、鈴木茂、桑田圭介などが、ジョージの双方に影響を受けている。ありがとうございます。